どうもこんにちは、山梨ニコです。あ、今日久々のミッキーです。ミッキー来てくれました、ミッキー今日お腹減った？昨日から抜いてる。本当に甲州牛の取材に来るって言ったらね、しげんくん、甲州牛大使、甲州ワインビーフ大使のところになったんですよ。将来食べるところって山梨県実は少なくて、甲州牛は新しくできたマントバーグさんで、このピフティーズ、さらに夜になるとバーになる。はい、今日は、ね、ドコモさんを呼んでるんで、ちょっと合同取材チックな形でドコモさんの方もインスタグラムでここのこと配信して見てあげてください。では本日も山梨元気に行きましょう。はい、レッツゴー、イエイ。いいじゃん、やるじゃん、ちゃ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 ん、また見ぬ山梨の宝探しに行くんじゃん。パンも行った多分パンとバーグだからですね。したからパントバーグ、多分パントバーグ、すぐだろ。え、マスター、マスター、そうなんだ、マジか、マスター、マスター、マジか。え、美味しそう。いや、もうデザートにこれも、あれですよね、甲州精肉種族と、あ、そうですね、肉番長と、そうです、パントバーグ、さらに夜はフィフティーズ、そうですね、4店舗、そのどれもが甲州牛を扱ってる、そういうことですよ、はい、ね、はい、どういう実の買い方してるんですか。畜産会社さんからマルバリット糸で毎月動いてるやつ、動いてるやつ連れてきちゃう、連れてきちゃう、連れてきちゃう年間で13頭、14頭ぐらい。山梨県でもしかして甲州牛一番提供してる店になるのかな。間違いないです。ですよね、はい。山梨県で甲州牛を食べたい方がいたら、この店の形成行ってもらえば、まあ、はいはい、ここ今日パントバーグなんです、はい、ここの特徴を教えてください。ここはですね、はい、まあ、ハンバーグとハンバーガー、甲州牛も入ってるんですけど、国産の牛タンバーグ、おーおー、でステーキバーガー、おーおー、で、まあ、ステーキ、まあ、甲州牛三昧みたいな感じの、お店です。でちなみにこれパンも置いてあるんですけど、はい、パンとバーグ、さすが甲州牛の、はい、マスターの目から見た、ちょっと普通の和牛よりも長く生産だったのが育って、まあ、熟成させてるんですけど、水も良くて空気も良くて、まあ、日照時間も長いということで、はい、素晴らしい甘みがある、脂が甘いんですよ。うん、わかります、甘いですよ。全国の和牛と他の国は勝負できるんですけど、知名度はちょっと低い。なるほど。ということで今回進化特に僕は個人的には赤身が決めるのがよくて、ああそうです、ね、赤身の勝負だったら多分甲州牛勝つんじゃないかな。あ、なるほど、さすが、はい、勉強されてますね大使なんで一応。これは どうなんですか。これは豚バラ、豚バラ牛じゃないんで、ね、ごめんなさい、
シンプルな上にごまかしが一切効かないですね。もう肉の良さだけ、本当に。やっぱし甲州牛の特徴で甘みが強いですね。で、胸焼けしない脂、コクがある A4 A5 なんですけども、結構いい年配の人が食べても、あの、しっかり食べれます。合う。やっぱり甲州牛には甲州ワインだよね。待ち構えてる。もうお腹が空いてるんです。ハムで終わったよね、今。ケーマフェスジューシーで、でも脂っぽくないです。めちゃくちゃ野菜とも合うし、ペロって食べれそうです。乗せて完璧ですよ、これ。あ、うまっ。酒が飲みたくない。ずっと噛んでたんですね。さっぱりって言うけど、お肉自体があっさりしてるわけじゃなくて、くどくないんですよ、甲州牛は。そういう意味のさっぱりです。コクもしっかりあります、 A5 サイズの和牛として。残しつつさっぱりしてる。醤油と合う。え、なにこれ。自家製で作ってるんですけど、焼肉屋あるんで、これ引き出し、マスター最高です。ありがとうございます。昼間は豪華にハンバーグ、はい、まあ、アメリカンな感じなんだけど、僕みたいにこうやってワイン付き合って酒飲んだりする人は夜結構いいかもしれない。そうですね、はい、美味しいハンバーグ、まあ、ちょ、夜もハンバーガー食べれるんですけど、はいはいはい、やっぱしね、今週このワインと合わせて食べてた。そうですね、はい、はい、で、そのまま引き引きバーガーやってるんで、はい、それそのままみたいな感じでずっと飲んでください。他県はラーメン食うかもしれないけど、山梨県は甲州牛食べちゃうから。そうですね。俺らもリーズナブルなんで、今の日、ラーメン一杯頼んで、トッピングしたら1000万円いきますからね。そうですね。そう考えちゃったら、はい、その金額でほぼね、甲州食べちゃうんで。そうです、肉ですから。はい、まあ、できたばっかりなんで、昭和町最初、ハントバーグ、甲州牛、甲州ワインビーフ大使、信玄君が公認おすすめします。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。お願いします。失礼します。いいじゃない、かわいいね。かっこいいです。はい、すいません。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございます。作ってると思うんですけど、腕が、今日のコンディションとかで、まあ、なんかこいつやれる気がするって感じてくるんですよ。撮ってる人のコメントだ。コンディションの話だね。本当好きなんですね。そうですね、ちょっと可愛く見えてきてるんですね。こうやって肉に対してね、愛情を込めながら作ってくれる人は間違いない。でももうあんなに量があるんですね。飽きずに全部食べれそう。美味しかったです。ありがとうございます。最後に見てる方にちょっとどうぞ。これから国産の牛タンだけを使って 100% でハンバーグ、新タンっていうのが高くなるんですよ。なりますね。そこをちょっと研究に研究を重ねて、あの、柔らかくそのままでも肉肉しい、ヘルシーで食べれる、あと甲州牛のステーキをそのまま乗せちゃえば、焼肉のようなステーキバーガーっていうのもこれから出てくるので、まあ、楽しみですよね。それが8月になってから。それで今回はね、山下いかがでしょうか。甲州牛大使としてですね、この系列の店舗、まだ2店舗持ってお伝えさせていただきますので、楽しみに見てください。資源の YouTube キャッチって言った方には、何かもしかしたら、ウロチェ1杯ぐらいの作業してくれるかもしれない。はい、よろしくお願いします。はい、それで今回山梨いかがだったでしょうか。また次回で山梨県でお会いしましょう。またね、ありがとう、来てね。モザイク入れてテロップで、絶対に映りたくない。ここに隠れてる。 A と B と B で落ちた脱ぎ散らかしたママのジーンズを思い切り洗ってやったのさ。涙の雫を
はもう枯れてしまったから、膝を抱え弾けることもないさ。時には立ち止まったり回り道をしたり、そんなもんこの夜の向こうへ吹き飛ばせ。明日へアクション、答えを探してこの世の果てはフィクション。It's alright.